はいどうも、タクタクです。じゃなこ供養、やっていきたいと思います。さて、この、じゃなこ、65歳、認知症を操作していく。この、どこに向かえばいいんだ、これ。社会問題的すぎる作品な気もするんですけど、いいんでしょうかね。わ、これね、ついてますよね、病院に。長いな、随分と。手すりというか。部屋、少ねえな。大丈夫か、これ。ここ何？あ、入れる。ここは何の部屋？これだからね、もう認知症のおばあちゃんが徘徊しているっていうようなことなんでしょうね。65歳でおばあちゃんでしょ？昔人間って50歳ぐらいまでしか生きられなくて、でも、50歳でももうおばあちゃんみたいな感じになるらしいんですよ。なので、なんていうんですかね、その、なんていうの、生活とかね、食生活とかね、今と昔でもちろん違うので、やっぱそういうの違うんだね、食生活がちょっと待ってこんなゲームだって思わないこんなゲームだって思わないでしょ。こっちが人の寿命とかね、人の老いとかの過去未来の話を今していたとこでしょ。何脳みそが飛び出た巨大な頭みたいな。この辺から出たな。ちょっと待ってよ。ちょっとほんと待って。ほんとこのゲーム意味がわかんないよ。この辺出たな。この辺出たな。あ！出たな、出たな、出たな、出たな。こっち行くぞ。これ出たな。ここどうなるこれ。こう行ったら。大丈夫だな。こ、もう一回行ってみようか。え、いや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 、あれ何？あれなんなの？あれなんなの？あれ、ここはまだ行ってないよね。鍵がある。鍵を手に入れた。どこの鍵？うん。こうセーブするときの音がもうチン、まあ、供養だからね。じゃなこ供養なんで、今供養されてんでしょ。ちょっと待って。全くもって意味がわかんない。こっち行ってないよね、まだね。ん？こっち行こうか。ちょっといつ出てくるかわかんないから一回、セーブしよう。うっ、ほら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 危ない。ほら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 危ない。次行くよ、こっち。じゃあこっちだ。じゃあこっちだ。うん。あれ、こっちにも来た道か、これ。北道館。あ、違う。誰？おじいちゃん。佐々木さん。今日、今日、佐々木さんね。喉が渇いたな。今日、今日。お水をあげればいいんじゃないですか？お水持ってきて的なことかな。佐々木さんがここにいました。うろうろ、うろうろ。なになに？うろうろ。なになに？じゃあ、こっちに行けないのか。水を持ってきてあげたい的なことかな、これは。あんなに、心が、邪悪だったジャナコも、焼きが回ったもんだ。あ！出なくなってる。あ、鍵を開けた。ん？この鍵ってこと？水とかあんのかな？コップを手に入れて、おう！コップを手に入れて、こっちになんかまた顔出てきましたよね。行ったらね。あ、どっちだったっけ？こっちだったっけ？こっち行って、こっち行くと顔が出てきた。確か。もう出てこないんじゃない？もう出てこない、ほら。あ、すごい。冷蔵庫がある。あ、ここに水入れた。あれ？じゃあなんか持ってってあげんの？いいやつになったじゃん。待って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 。帰りに何か起きるかもしれん。一難去ってまた一難みたいな。こっちから来たっけ？え、迷うこれ。老人じゃなくても迷う、この建物なんか同じような壁だし。うわ、え、なに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 、急に来た。で、水を飲ませますか。はい。どうぞ。あ、美味しいね、今日、今
お世話さんね、今日。あ、そこの引き出しにリンゴがあるから持ってって食べな、今日。ここか？これじゃないのか。こっちか。ありがとうございます。何これ。どういうこと？チーン。リンゴを手に入れましたけど。うろうろ。このリンゴをどうするわけ？こっちって言ったっけ？こっち行ったな、でも。コップ手に入ってんの。確か。違うか。あ、違う！青い折り紙？どういうこと？青い折り紙ゲット。青い折り紙。こっちまだ行ってない。こっちって言ったっけ？なんかここ行ってない気がするな。あ、ここ行ったな。ここ行ったか。これなんなん？ここ。この空間何？青い折り紙とリンゴで何をする気？こう来て。こっちに台所というか、ああ、あった、ここでなんかあれなんじゃない、リンゴ食べるの。ほら、上手に皮を剥いて食べるの。あっ、うぐ、痛いよ、痛いよ。あ、千奈子さん、夜中にお部屋にいないと思ったらこんなところで。すぐに救急車呼びますからね。大丈夫ですよ。しっかりしてくださいね。これがジャナコの最後。これがジャナコの死。あっけない最後。ひ、ひゃははは、ひゃははは、びゃははは、びゃははは。終わった！栗川さんもだってこれさ、65歳でしょ？いや、なんか俺ね、これで終わりじゃない気するんですよ。これエンディング何個かあるってなんか書いてあったんで。でも、じゃなこのあっけなすぎるでしょ、死ぬのこれ。だったとしたらね。まあでも、こういうもんなのかな。認知症になると、やっぱ自分が知らず知らずのうちに危険なとこに行っていて、みたいなね。それでなんか行方不明で死んじゃうみたいな、こともなんか、まことしやかにね、聞いたことはありますよ。どうなんでしょうか。皿屋敷。上捨て山とかね、昔だとそれこそね、こういうボケ老人を山に置いてきて、口べらしをするみたいな。そういうのもなんかやっぱあるみたいですし、ね。ジエンド。本当に終わり？これで。終わったよ。いや、俺ちょっと一回これ実質に戻ってみようと思う、これは。これで。うん。青い折り紙。寝りゃいいんだよ、寝りゃ。多分。うろうろってしてたとこも気になるしね。あれ絶対まだなんか秘密がある。これ寝れないんじゃない？単純に。ここで。寝れないんだ。絶対まだなんかありますよ。さっきのうろうろしてたとことかね。でもあれで終わりな気もするんだよなぁ。あ、でも待って、違った！なになに？イベント入ってます、これ。うん、こっち、どちらへ行かれるんですか？うわ、これ栗川だったんだ。こんな夜中に危ないですよ。ひっ、化け物、栗川ですよ。来ないで、来ないで。認知症特有の幻覚症状ね。大丈夫ですよ。一緒におトイレに行きましょうか。お家に帰りたい。ここがお家ですよ。さあ、一緒にお部屋に戻りましょう。いや、これ痛いほどわかるな、こういうなんか。いや、でもやっぱね、入院したおばあちゃんは家に帰りたいって言ってました。うん。
ヒッ、逃げ込んで、俺らもね、遅かれ早かれこうなるんすかね。あ、栗川さんに戻ってますね。さあ、お部屋に戻りましょう、ジャナコさん。明日はお友達の皆さんとジャナコさんの歓迎会をしましょうね。きっと楽しい歓迎会になりますよ。ふふふふ。終わった。何エンドこれは。何エンド？他のエンドがあるのかな？お！折り紙で鶴を作りましょう。鶴。こうかしらね。あら、大変。もうこんな時間。早くしないとパパが帰ってきちゃうわ。これからスーパーに買い物に行って。そうだ、その前にお風呂も準備しておかなきゃ。今日の晩ご飯は何がいいかしらね。お刺身にしようかしら。それとも煮物にしようかしら。俺はお刺身がいい。ああ、忙しい。この栗川が来る。ジャナコさん、お部屋にいないと思ったら、ここにいらっしゃったんですか。あら、素敵な青い折り紙。誰かにいただいたんですか。孫にもらったのよ。素敵でしょ。ええ、素敵ですね。それじゃあ明日一緒に折り紙を折りましょうか。今日はもう遅いからお部屋に戻りましょう。そうね、そうしようかしら。お、素直に。私の言うことをちゃんと聞いて偉いわ、ジャナコさん。これからも私が面倒を見てあげますからね。ひっ、ひゃっ、ひゃっ。どういうエンドなんだ。どういうことなの。まあ、なんすかね、やっぱこう、恨みのある人間を近くにやっぱ置いておきたいみたいな。置いて、まあ、ちょっと形は違えど制服みたいなことですよね、これは。なんかやっぱそういうさ、感じのことってありますよね。なんか、こいつのこと嫌いなんだけど、気になるみたいな人もいるでしょ、世の中には。あんまりこう俺は気にしなくない派なんだけど、そういうのはね。あいつが、どう不幸になってんだろうみたいな、なんかやばいやつを見るというか、そういうなんかちょっと感覚に近いものを持っているんじゃないかなみたいな、栗川はね。そういう気もしますね。まあ、じゃなこもじゃなこで、でもなんかちゃんと孫とかもいたんだなとか、旦那さんもいたんだなとかさ、なんか考えたりとかしましたけども、はい。ということで、3つエンドがあるうち3つとも見たと思うんですが、いずれにしても、どう、なんだこれは。なんかいろいろ考えさせられたけども、まあ、いずれね、介護される身、する身、我々ね、やっぱ、母、父がいれば、そういうこともあるかもしれません。兄弟がいたら、もしかしたら兄弟とかね、そういうこともあるかもしれませんけども。まあ、そういうことを言いたいわけではない、これは。わかんないけど。何なんだ？誰か教えてくれ、俺に。はい、ということで。なんか、ちょっといろんなところをくすぐられるような、そういう作品でした。はい、というわけでまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。